旅猫のはるちゃんは推定15歳のおばあちゃん猫です。今年の春前にレスキューされてやってきました。はるちゃんは初めて会った時から人が大好きで、トイレもとても上手にできていましたので、きっと今まで飼い主さんと一緒に暮らしていて、何かのタイミングで迷子になってしまったのかなという印象を受けていました。保護した時にはすでに高齢だったので、最後までリマオママでお世話をしようという気持ちを持ちながら、でもできればはるちゃんにとって本当の家族を探してあげたいという気持ちで里親の募集をさせていただいていたんですけれども、はるちゃんを家族に迎えたいという方が現れました。お見合いは大成功しまして、すぐにトライアルの準備に取り掛かろうということで念のために血液検査を受けたんですけれども、そこではるちゃんは実は腎臓の数値が高めだということが判明しまして、でとても残念ではあるんですが、トライアルは白紙の状態にさせていただきました。こちらがはるちゃんの血液検査の結果です。ここですね、この3項目が実際に腎臓に関わる数値だそうで、少し高めにはなってるんですけれども、現状は今何か症状が出ているというわけではないんですけれども、今後腎不全など悪くなる可能性があるので、
まずは腎臓ケアのフードなどに切り替えて、定期的に血液検査をしながら様子を見ていきましょうというお話でした。こうやって抱っこしてもらったり、撫でられたり、日向ぼっこが大好きなはるちゃんには、できれば本当の家族とのご縁をつないであげたかったので、とても心残りではあるんですけれども、実ははるちゃんを家族に迎えようとしてくださったご家族の皆様は、はるちゃんにそっくりなサビちゃんという猫ちゃんを虹の橋の向こうに見送ったばかりでした。サビちゃんは外で衰弱しているところを見つけてもらって、そのまま家族として迎えられて、最後まで大切に過ごしていましたので、状態の悪いと分かっているはるちゃんを迎えることで、これ以上悲しい思いをさせることがなくて良かったのかなとも思っています。今回、はるちゃんとのご縁はおつなぎすることはできなかったんですが、もうとっても温かくて素敵なご家族様でしたので、本当の家族が迎えに来るのを待っている子がたくさんいますので、いつか素敵なご縁がつながることを心から願っています。今回は、はるちゃんを家族に迎えようと本気で考えてくださって、本当にありがとうございました。はるちゃんに本当のご家族ができることを諦めたわけではなくて、もしかしたらそんなはるちゃんでもうちにおいでよとおっしゃってくださる方がいるかもしれないという希望を持ちながら、これからもはるちゃんが穏やかな時間を過ごせるように、私たちみんなで寄り添っていきたいと思っています。